名古屋市が明日から救急安心センター名古屋を始めるのを前に、きょうイベントが開催され、広報アンバサダーを務めるボーイズ&メンの田村幸久さんによるトークショーやクイズ大会などが行われました。救急安心センター名古屋は、急な病気や怪我をしたときに、救急車を呼ぶべきか、病院に行くべきかなど迷った場合、#7119に電話して、看護師などに相談できる窓口です。名古屋市に在住または滞在している人が対象です。市は緊急性の高い人に救急車を優先するためにも#7119を活用してほしいとしています。